何でしょう。旧倉庫街を探しているんですが。ああ、旧倉庫街なら、この先を左に曲がって海沿いを北西に行くと早いですよ。わかりました。どうも。何ですか。この辺に旧倉庫街ってありますか。旧倉庫街ならこの先を左に行けばすぐだけど。わかりました。どうも。すいません。何かご用ですか。ちょっと聞きたいんですが、旧倉庫街って知りませんか。この奥が旧倉庫街だけど、それが何か。ここに入るには一般の人は入れないよ。業者か関係者じゃないと。中にいる人に用があるんですが。約束でもない限り規則で通せないね。わかりました。君、許可がないのに入っちゃダメだよ。さあ出て出て。夜を待つか。お姉ちゃん。あら、舞。どうしたの？お金貸してよ。ダメよ。いいだろ、少しぐらい貸してくれたって。ダメって言ってるでしょ。どうせろくなことに使わないんだから。ケチ。もう姉ちゃんには頼まねえよ。舞。久賀さん。あ、陽君。どうかしたんですか。舞っては最近悪い友達と付き合ってるみたいなの。あんな子じゃなかったのに。そうですか。ねえ、陽君からも舞に言ってもらえないかしら。私の話全然聞かないのよ。俺が。ええ、陽君なら子供の頃から知ってるし。お願い、言ってくれる。やってみます。本当ありがとう、亮君。いえ。舞なら港の奥の方にいると思うから。わかりました。入っちゃダメだって何度も言ってるだろ。どうやって入り込むんだ、この親父は。不思議だよな。
どうかしましたか？お若いな。今日は冷えるの。缶コーヒーでもおごってくれんかね。これはあのおじさんに持っていくか。さあ。おお。ほっとするよ。ありがとう、お若いの。じいさん、どこに住んでるんだ？この港さ。もう3年になるかな。そうか。じゃあ体に気をつけてな。舞ちゃん。なんだよ、両兄。舞ちゃん、姉さんが心配してる。帰ろう。んだよ、こいつ。せやな、ほっとけよ。うぜえんだよ。てめえ、調子ぶっこいてんじゃねえよ。てえな。女がこんなもん振り回すな。舞ちゃんに説教するつもりはない。ただ信じてくれてる人を裏切るなよ。後悔する。両兄、どうだった、リョウ君。どうかな、本人次第ですよ。日坂さん、ところで何？旧倉庫街って分かりますか？ええ、知ってるわよ。ちょっと遠いけど、この道の先よ。ちょうどこれから配達なの。配達？ええ、旧倉庫の警備室。警備室。日坂さん、配達なら俺が行きますよ。本当？助かるわ。もうお金はもらってるから。わかりました。でもね。え？警備員さんは10人なのにいつも2つ多いの。どうしてかしらね。2つ多い。じゃあお願いね、りょうくん。すいません、ホクホク弁当ですけど。お前、配達を頼まれまして。12個ですね。おお、じゃあそこに置いてくれ。はい。
千葉、お前も8時から新倉庫街か。ああ、んだよ、またこっちの人間足りなくなるのかよ。ただでさえ夜は大変なのによ。おい、いつまでも何してんだ。用が済んだら帰んな。はい。夜の8時から9時の間がチャンスか。久坂さん、行ってきました。ああ、場所すぐ分かった。ええ、まあ。ほんと助かっちゃったわ。ありがとう、りょうくん。いえ。はい、もしもし。危なかった。よし、今のうちに。ん？何か書いてあるな。第6倉庫。ここは違うな。警備員か。見つかると面倒だな。そこにいるのは。またんか。そこのお前、何してる。止まれ。待て。おい、おとなしくしろ。もううろちょろすんなよ。仕方ない、明日で直すか。がまだ。あれだけ手助けしたのにまだダメか。ええ。うん、まあいい情報が入ったから教えてやろうかの。夜11時過ぎに旧倉庫街に入るとよかろう。新倉庫街の方の警備でこちらの警備が手薄になってるはずじゃ。どうも。せいぜい頑張ることじゃ。じゃあな。すいません。あの、陳さん？開かないか。ここに陳大臣はいるのか。誰だ。
待ちなさい、気象。陳大臣。陳大臣。君が電話をしてきた若者だね。はい、葉月亮です。この手紙に緊急の場合には陳大臣に助けを求められよと。拝見してもよろしいかな。はい。間違いなく主の筆跡だ。しかし手紙が届くのが遅かったようだな。はい。その主玄達という人と親父とはどんな関係が。主と君の父上が中国からある鏡を持ち出したと聞いている。鏡？あの男が持ち去った。男が持ち去った？はい、親父を殺した蘭亭という男が。蘭亭、知ってるんですか？いや、詳しくは知らぬが、私有門という組織の幹部でそのような名の男がいると。恐ろしい憲法の使い手と聞いている。そういえば見たことのない憲法を使っていました。ならば間違いあるまい。どういうことです？教えてください。なぜ親父が。こんなガキに関わるのはやめてください。父さん。父さん。そうはいくまい。主が私に頼れと言った男の息子だ。でも奪われた鏡は一枚か。え？奪われたのは一枚かと聞いている。はい、竜の模様の石でできた。ならばもう一枚ある。確か鳳凰の鏡だ。鳳凰。中国の伝説の鳥、命を司る鳥の名だ。その鏡がうちに。鏡を探し出すのだ。話はそれからだ。わかりました。また来ます。これからは事前に電話で連絡したまえ。合言葉を忘れぬようにな。